はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回は2021シリーズ1三塁手12選手徹底評価やっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、毎回言ってますが、ここまでの評価シリーズ徹底評価シリーズの動画に関しては再生リストを作っておりますので、まだ見てないポジションの動画あればぜひ見てください。で今回もですね、いつも通り評価に加えて三塁手で強力な TS の紹介ですね、こちらも動画の最後でやっていきます。で昨日ね TS の予想全体の予想というところもね、動画公開してますので、合わせてねまだそちらの動画見てない方は見てください。ってことでもう早速ね評価の方やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですが、評価は特 A、B プラス、BC の5段階でやっていきます。でこの評価動画シリーズに関してはあくまでもゲーム内能力に対しての評価でございまして、現実の選手に対するものではありませんので、そちらご了承ください。でそれを決める上で5つの部門でそれぞれ5段階評価をしていきます。デフォルトの能力、称号を含めた能力、特殊能力、限界突破のしやすさ、そしてリアタイ面ですね。であとは置くべき打順、付けたい称号、さらにはおすすめの使い方、であとは同ポジション内でのランキングの比較ですね。はい、こちらもやっていきます。さあということで、早速1人目なんですが、ソフトバンク松田選手ですね。はい、こちらに関しては評価 A とさせてもらいました。まあここは安定の高い能力ですね、まあ、まずやっぱりパワーですね。パワー A に乗っているというところがかなり大きいです。であとは守備ですね。はい、こちらが B になっているので、サードとしてのね使い勝手はかなり良くなっています。守備積極なのも大きいですね。で起用法としては当然やっぱりこの守備を生かすという点ではサードで使うのがベストで、まあ特殊能力的には打順そこまで大きく関わりはないんですが、まあチャンス持ってるので、まあクリーンナップ以降というところが、いいんじゃないかなというところです。まああとはちょっと昨シーズンの成績がこの数字なので、まあ今年次第では能力下がっちゃう可能性もあるとは思うので、まあここぜひとも取っておきたいところかなとは思います。まあただ去年の数字がこの数字で、まあ今年はそこまで下がらなかったっていう感じなんですけど、今年の成績次第ではまだ能力変わっちゃう可能性もあるので、まあぜひここ取っておきたいかなっていうところですね。まあただ今年の松田選手もここまで2割6分とかなので、まあまだまだサードの最前線にいそうな感じですかね。続いてロッテ安田選手ですね。はい、こちら評価 B とさせてもらいました。ここに関してはまあパワー型っていうところですね、高弾道パワー型、そして特殊能力パワーヒーっていうところを持っているので、まあ、そこを高くしての評価っていう感じです。まあただちょっとミートの部分が若干低いんで、まあ、その部分では、まあ、リア対面操作の部分ではちょっと使いづらい要素もあるのかなっていう感じですかね。であとは起用法的な部分でいうとサードがやっぱメインではあるんですけど、補給とスローイングがね、不安なところであるので、まあ、サード他にいい選手がいれば代打とか、まあ、ベンチ枠で、まあ、ロッテ枠のパワー型っていうところで使うっていうのもありかなっていう感じですかね。続いて西武おかわりくん中村選手ですね。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここに関しては、まあ、弾道アーティストでミパーこの数値維持しているっていうところで、まあ、この評価妥当かなと思います。であとはサードの守備に関しても特殊で B いけちゃうんで、まあ、ここまで全部決まったら本当にもう、うん、穴がないと言っていいんじゃないかなと思います。であとは、まあ、特殊能力おかわりの部分に関しては、まあ、発動条件が結構厳しいっていうところではあるんですけど、まあ、出ればめちゃくちゃ強いですし、あとはアーティストチャンスっていうところも、当然いい特殊能力かなとは思います。でまあそのチャンスがあるんで、まあ打順的には3番以降っていうとこですかね、がいいんじゃないかなと思います。続いて楽天鈴木大地選手ですね。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここに関してはまあミート型ミート A っていうところ、届いてますので、まあこういった評価になっております。でまあ打順とか起用法に関して言うのであれば、まあサードの適性普通に高いので、まあここはサードになるかなと思います。まあファーストでもいいんですけど、ファーストで無理に使う能力かって言われると、まあ他にもいい選手たくさん、まあ、今後出てくると思うので、まあサードか、まああとはユーティリティとして、まあ、ベンチに置いておくっていうのがいいのかなと思います。であとは特殊能力的には選球眼とチャンスあるんで、まあ2番以降かなっていったところかなと思います。続いて、日本ハム野村選手ですね。はい、こちら評価 B とさせてもらいました。ここもまあオール C の能力なんでちょっと低く見えるところではあるんですけど、まあとはいえパワー型で、でまあサードの守備も C あって、特殊能力チャンス20までに固め打ち降格っていうところは、高く評価できるポイントかなと思います。まああとちょっと不安なのはやっぱ補給とスローイングですかね。安田選手同様にちょっとここは低いので、まあサードでの起用となるとここが怖いっていうところであるんですが、まあ日本ハム枠の、パワー型がどうしても必要っていう状況とかであれば、この野村選手はとりあえず使い道があるので、まあ、その枠がねどうしても必要であれば育成っていうところでいいんじゃないかなと思います。ただまあ限界突破コーチとかは当然無理に使うラインではないかなって感じですね。続いてオリックス宗選手ですね。はい、こちら評価 C とさせてもらいました。ここに関してはまあやっぱ完全走力型っていうところと、あとはまあミートパワーの数値が低いっていうところが、まあこういった評価にはなってます。まあ見た目
的にはさっきの野村選手よりもね高い能力なんですけど、まあ、やっぱこのゲームの仕様上どうしてもストレカタが使いづらいっていうところがあるので、まあ、こういった評価になっています。で、まあ、起用法的にはサードかな。やっぱりサードの適性が一番高いのでサードか、まあ、ダイソーに置いてもいいんですけど、そこまで言っても総力もね、まあ、他の選手でもっと高い選手がいるっていう環境ではあるので、そこはちょっと難しいかなって感じですね。続いて、巨人岡本選手ですね。はい、こちらも評価 A とさせてもらいました。ここは、まあ、能力的に言うとやっぱりサードの守備が上がったことが大きいですね。はい、サードの守備 B74 持ってるのはかなり大きいです。で、補給とスローイングもね、普通にまあ最低限の数字はあるかなと思いますので、まあこの辺は全然問題なく、サード守ってもらえるんじゃないかなと思ってます。まああとはサードに他にいい選手がいれば、まあ DH っていうところも一応起用法としてはありです。で、特殊能力が、この3つですね。この3つも素晴らしいんですが、チャンス持ってるんで、まあ打順的にはやっぱりクリーンアップ、以降というところがいいんじゃないかなという感じですね。続いて阪神大山選手でございます。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここも、まあ、やっぱり、パワー型パワー A で、まあ、あとはミートの部分がね1上がってれば称号含めた能力のところは5になったかなって感じなんですけど、まあ、ここはもうエキサイティングで、乗るのが確定してますので、まあ、そこを楽しみに待つといったところかなと思います。あとはちょっと守備の部分がね下がっちゃったのが痛いですね。まあ、B までは戻せるんですけど、これでサード守備が今までのものの状態だったらもう特 A 上げてもいいぐらいの、まあ、数値だったかなという感じですね。で、あとは特殊能力パワーヒ持ってますので、パワーヒ上げると弾道が高弾道からパワーヒに変えられるという感じですね。ただもうポジション内ランキング見てもらったら分かる通り、本当に今大山選手はかなり高い位置に三塁手の中ではいます。で、その総合6捨てに関しては今玄関からだと本当に圧倒的で、こんな感じになっておりますと。2位の松田選手まで30以上の差をつけてるんですよね。うん、といったところはやっぱりこの大山選手の能力の素晴らしさが分かるんじゃないかなと思います。そしてエキサイティングが出たらもう文句なしで現役最強のサードと言っていいんじゃないかなと思います。続いて中日高橋周平選手ですね。はい、こちら評価 B プラスさせてしまいました。ここは、まあ、ミート A にはあと1届いてないっていうところが、まあ、ちょっと称号必須になっちゃうので、まあ、B プラスという形にはなっています。ただまあそこも難易度的には低いですし、まあ、あとは守備も能力高いので、まあ、全体的なバランスを考えた時には、この高橋周平選手当然やっぱり強いかなと思います。あとはまあエキサイティング出るの確定しているので、まあ、この通常に関しては無理に取りに行かなくてもいいかなっていう感じです。また打順的には固め打ち持ってるんで、まあ、できれば上位ですが、まあ、何番でも、置ける選手かなと思います。続いて DeNA 宮崎選手ですね。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここに関しては、まあ、ミート A に戻ったというところが一番は大きいかなと思います。まあ、後の部分で言うと、まあ、ちょっと守備かな、守備が下がってるのが痛いですね。50の D ってほぼもういいみたいなものなので、ちょっと守備範囲は厳しいのかなと。サードはやっぱ守備重要なんでね、これちょっと守らせるの怖いなっていうところでもあるんで、リアタイで使うのであれば DH か代打かっていうところがいいんじゃないかなと思います。で、まあ打順に関してもどこでもいける選手ではあるんですが、まあ脚力走力の部分がそこまで高くはないので、まあ5番以降っていうところはいいんじゃないかなと思いますね。続いて広島堂林選手ですね。はい、こちら評価 B プラスです。はい、ここは、まあ、やっぱり称号でミートパワー同値が決められるかどうかっていうところは一つ大きなラインになります。で、称号的には電光石火アンダー製造機のどちらかで、まあ、ミートパワーの同値、まあ電光石火まで決められるとミートパワー走力全同値になりますね。まあ純正やってる方とかだとここまで決めたいかなって感じですかね。で、まあ後の部分で言うと三塁手の適性も、悪くないですし、まあ、スローイングが若干低いですけど、まあ、全然守れるラインではあるかなと思います。まあ、あと打順に関しても特殊能力そこまで影響する能力ではないので、まあ、何番でも置いていい選手かなと思います。で、ラストヤクルト村上選手ですね。はい、こちら評価特 A とさせてもらいました。ここは文句なしのオール5の評価でございます。まあもう正直言うことないです。はい、称号に関しては星さんの飛ばしやラン&ガン、あとはパワー自慢かなっていうところで、ミートパワーどっちになります。正直ね、極意症5枚で絞って飛ばし合い1点ってかなり難しいので、まあ、ここは証拠やるにしても極意症0枚とか、まあ、1枚とかでいいんじゃないかなと個人的には思いますね。あとはまあ起用法の部分かというところで言うと、今回サードで登場してるんですけど、正直ファーストで使うのがいいと思います。はい、まあ、サードに関してはね、他にも守備能力高いとか、あとは走行値高いっていう選手がいるので、まあ、ファーストで、使うのが個人的にはおすすめかなと思いますね。まあ、あとはただ補給が若干低いのがファーストでは気になるので、まあ、他にファーストでいい選手がいれば、まあ、DH っていうような、起用がいいんじゃないかなと思います。あとはまあ特殊能力ですね、チャンス持ってますんで、まあ3番以降ですかね。
といった起用がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでございまして以上ですね今回の12選手でございまして、ここからですね今後 TS で登場する可能性のあるサードの話をして終わろうかなと思います。はい、まずはやっぱりここですね。はい、去年も登場してますが、タイムスリップ原辰徳選手監督ですね。今、巨人で監督をされてる原さんでございます。こちらに関しては弾道アーティストでミパーの AA 同値が狙えるというね、素晴らしい能力になっております。まあここは昨日のね、第1弾ピンポイント予想でも入れさせてもらいました。続いて日本ハム小笠原選手ですね。はい、こちらも去年タイムスリップ第1弾で登場になっているんですが、まあやっぱり強いですね。サードとしては、本当に圧倒的な、打撃能力を持っております。そしてさらに特殊で守備 B までいけるんで、まあ、ここまで決めた上でさらに特殊能力も、最強といったところなんで、まあ、去年はやっぱり使ってる方多かった印象ですね。ただこの小笠原選手でいうともう一つね巨人バージョンで出る可能性も大いにありまして、最後に登場したのが18年かな、といったところなんですけれども、ファーストなんですよね。メイン適性はファーストなんですが、まあ、一応、当然サードの適性も持っております。そしてここも特殊で C いけるラインで、まあ、降格はないんですけどやっぱり強い能力ですよね。で一応今2年連続で日本ハムで出てるんで、まあ、巨人の可能性も今年は高いのかなと思ってます。まあでも原さんが出るとちょっと小笠原さんの確率は下がるのかなっていうところもあるんですけど、まあそこはちょっと楽しみなところかなと思ってます。続いて DeNA 村田さんですね。はい、こちらに関してはもうほぼ毎年のようにね出てるところであるんですけど、やっぱり能力的にはかなり高いです。はい、でまあサードの守備はちょっと低いんですけど、まあでもやっぱり、ミートパワーこの能力持ってて、さらには特殊能力も広角持ってるっていうところは、魅力かなと思います。であとはここ阪神今岡さんですね。はい、こちらタイムスリップ第6弾で去年登場しているんですが、弾道アーティストで、まあ、この能力ですね。まあ A 能力は今ないんですけどパワー A までは称号で持っていけて、でチャンス20まで持っているっていう能力ですね。でさらにはここ、はい、ヤクルト川端慎吾選手、こちらも去年第1弾で登場になっているんですが、まあ、ミート A で、サードの守備も悪くないっていうところでかなり使ってる方がシリーズ1、去年のシリーズ1序盤ではね多かった印象です。個人的にも結構長いこと、ヤクルト枠のミート型っていうところで重宝させてもらってました。であとはここかな。はい、去年第2弾で登場になってますが今井選手ですね。こちらに関しても、まあ、川端選手同様に、ミート型ミート A っていうところ、さらにはサードの守備も悪くないっていうところで、まあ、去年ロッテのね、12球団枠を考慮して使ってる方も多かった印象です。まあ普通に強いですねここもね。であとは注目なのはここかな。はい、まあ昨日のねタイムステップ予想の中にも入れてますがレアード選手、まあ今年こそ来るんじゃないかなと思ってます。まあただそこも小笠原選手が日本ハムで来るかどうかっていうところで結構ね、また変わってくるとこなんです。まあ難しいとこなんですけど、個人的には出てくれることを期待してる選手の一人ですね。はい、ということで、まあ、以上ですね今回は12選手の評価と、TS の紹介というところをね三塁手に関してやっていたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ本当にタイトルとかにも多分あると思うんですけど、三塁手に関してはタイムスリップめちゃくちゃ豊富なんですよね。多分全ポジションの中で一番と言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい三塁手に関しては、まあ、選択肢がたくさんあるポジションなんで、まあ、逆に裏を返すと、まあ、現役でここをね無理に、まあ、取れなくても、まあ、全然ここからね、補強できるチャンスはあるポジションと思っていいのかなと思ってます。といったところでは、まあ、やっぱりタイムスリップ第1弾、まあ、一番の予想は僕は明日にしてるんですけど、まあ、どんな選手が出てくれるかっていうところを非常に楽しみだなというところでございます。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひお願いければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォロー等よろしくお願いいたします。まあ、ぜひ皆さんのね登場してほしいタイムスリップサードの選手など、ぜひぜひコメント欄にて書いていってください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。